はい、時刻は9時30分を回りましたね。嘘のような本当の輪のお時間ですね。はい、今週も、パーソナリティ MC は土井秀人が、お届けしていきます。ね、皆さんどうでしょう、チアガンジュ、ね、暑い夏がやってきてますけれども、はい、今週も、ね、東京からはるばる WO イーストの北条正弘さんをお迎えしています。おはようございます。おはようございます。ね、なかなかね、皆さんねためになるようなまたお話、嘘っていうようなね、ちょっとびっくりするようなお話が出たらまた嬉しいなと今週も思っています。はい、今週はねご夫妻で、ゲスト2名ね、2名様をお迎えしておりますが、早速ね、紹介していく、その前にそうだね、メール何かねお話の中でこれなんだろうなみたいなね思った方、797ナクナアットマーク fmギノワン.com、ホームページからそれにね、こっちネット配信、して、聞くことができます。 YouTube チャンネル登録も FM ギノワン嘘みたいな形でね出てきますので、どんどんどしどしね登録をお願いいたします。アプリリスラジ、毎週のレディオからも聞くことができますのでね。はい、お待たせしました。ゲストの今週のチアガンジュのお二方です。はい、アガリエさん先生、ご夫妻です。どうもおはようございます。おはようございます。はい、よろしくお願いします。アガリエ先生は、ちょっと、自己紹介、美智子さんからどちらでもどうぞ。いや、私でしょうね。はい、アガリエ和正と申します。今西原のお腹の方ですね、主の栄光教会して今こちらで牧会しているものであります。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ奥様の美智子さん。こんにちは、あがりえみちこと申します。私の趣味は音楽鑑賞でありまして、でいつもは教会で活動をしております。はい、ありがとうございます。シンプルです。緊張してますかみたいなね感じですけれども、最初ね私 ねこのあがりえっていう字が読めなかったんですよ。あ、そうして沖縄来て、はいはい、ずっと東へ東へって言ってたんですけどねお蕎麦屋さんでね、あがりえ蕎麦っていうのは私大好きなんでよく伺うんで読めるようになりましたけどね。そうですね、自分も東京にいた時にあがりえって言ったら全然もう東江とかさ東に言われてね、こういうね言われましたね。そうですよね、どうしてもどうしても、うん、実は北条さんご存知ないかもわかんないんですけどね、僕は古島っていうところに最初住んだんですけど、それこそメインプレイスさんへのね、うんはい、あそこの1階に今でもあるのかな、あがりえメガネってあるんですよ。三重メインプレスの中に1階にありますね。そうそうそう、あそこで実はメガネ作って、はい、その初っ端ですよ、やっぱり読めてなくて東へ向こうの店員さんきょとんとされちゃってね懐かしい、あがりえ国際今日でお越しいただいてるんですがね、お二方今日ね実はこっそりラジオで言っちゃうと奥様の美智子さんが、あれどうしたらラジオやってるんですよね、私なんかも出れるんですかって一声かけていただいたんですよね。はい、はい、そうです。なんででしたなんでですか。ラジオに一度出てみたいなっていう興味があって、っそれで土井さんにね問いかけたんですね。あ、そうなの、ラジオだったんですね。またね最近お二方ね、ドクター水素ボトルをねご購入いただいて、堪能楽しんで、ね、吸っていただいてると思うんですけどその時に私なんかねこうしてFM ギノワンさん FM 講座でね同時放送でやらせていただいてるんですよって話からですよね。でもね、はい、うん、ちなみにあがりえ先生の、旦那さんの先生の方がね最初聞いた話でなんか左肩がすごくなんか痛みとともになんかちょっと上げづらかったっておっしゃってましたよね。はい、今はどうですか。まあだいぶ楽はなってますけどね。ああ、そうですか、そうですか。まあ最初ですねこの水素ついての自分一人がねまず、どこでした、向こう、糸数さんのところですか、向こう行った時に、あ素晴らしいのあるねと言ってねこうして
買いたいなと思ったんですけど、うんうんうん、やっぱりかなりの確認いないんで、確認しないといかないのでね、こうやって翌週に何かいいのあるよと言ってみようという感じですね、行って、うんうんうん、そうやってかなりのお母さんも一緒に行ってから、そこでねすぐ購入したんですけどね、ありがとうございます。まあ、最初からねすぐ購入するってのはまたちょっと揉めるもんでまず火種になってしまう、いいのあるのから行ってみようという感じで、ね、一応来たんですけどね、それで一応買うようになりましたけどね、ありがとうございます、うん、なんかそうですね、そう今のご説明でそういえば、ね、奥様がもちろんねご家庭の財布お財布の紐じゃないですけどねがっちりとなんですが、でも美智子さんもどうでしょう、あの時まあね拙いながらも私なんかちょっとご説明をさせていただいて、はい、でねある方も言ってましたけど、これ大丈夫これみたいになったけど、美智子さんはどんな風に思われました、水素ボトル。あ、私も、うん、みどりさんと一緒で、うん、本当に大丈夫かなとかね、うん、あ、この値段もね気になりながら、うん、で説明を聞いてるうちに、あ、これ本当に良いなと思って、もうすぐその日で購入したんですね、はい、はい、どうですか、その美智子さんご自身は、はい、例えばまあ痛いな、もう辛いな、お薬も長いなとか、なんかお体の不調みたいなところはあったんですか。はい、少し薬を飲んでおりまして、うん、朝のね寝起きが、ちょっと低血圧もあって、本当に朝が起きづらいんですね。でそれをきっかけにこの水素ボトルの体験談を見ると、ほとんどの人がこの朝の寝起きがねすごい良くなったっていうことで、うん、それで買うきっかけになったんです。あ、なるほど、はい、苦しむ時もあったぐらいなのか、やっぱりちょっとね睡眠って大事ですからね、はい、そうですね、うん、日々ね。北条さんちなみにね、こう睡眠がやっぱりね吸い続けて深くなったりっていうのは、やっぱ水素ボトルのこのなんていう力というか、そうですね、よく影響は、ね、おっしゃる方が多くて、水素を吸っていただくと体の血流がすごく良くなるんですね、うん、そうすると自律神経もつられてこう綺麗に動くようになるんです。で現代人はやっぱりストレスが多いので、どうしても交感神経が強く出てしまうので、その夜ギラギラこう起きてるのは得意なんですけど、朝起きるのはやっぱり苦手なんですね。でそれを水素を吸っていただくと、ちゃんと副交感神経、休む時には副交感神経が出て、で穏やかにお休みになられて深く寝られることができて、で皆さんが朝の目覚めが全然違う、しかも時間は短くてもものすごく深く寝てる、こういうふうにおっしゃる方多いですね。自律神経に関係してます。そうですよね、確かに体調がね結構いい感じなのよって、まあ、ご報告というかねお話を後日談で私なんかよく聞くんですが、それもともとそうか、その睡眠がね深くねゆっくり取れてるってなんか気がつかないうちにそういうところがあって、それはそうですよね、ぐっすり眠れてればよくもねなってくのかなみたいな、深く寝られれば自分の体の中に自分のこう体をきれいにこう回復させていくメカニズムってあるもんですから、それがきっちり働くっていうことで、水素が何でもかんでもこうなんか直したりとかするわけじゃなくて、血流が良くなったことでその自分の体を自分の力で良くしていくっていうことになります。はい、ありがとうございます。じゃあねちょっと一旦 CM に入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような
本当の和ということでね、今週もお届けしておりますけども、そのような本当の和、これね話という字なんですけどね、まあ、和になって沖縄の和という意味も含めて、あとはうっと驚くようなね、はい、お話が、出てくるんじゃないかなこの後もと思っております。パーソナリティ土井秀人と、WO イーストドクター水素ボトルの北条正恵さんをお迎えしておりますね。はい、そんなわけで、今週のねゲストは、あがりえ先生ね、牧師でいらっしゃるあがりえさんご夫妻をお迎えしているんですが、先生は教会はあれですか、あの西原の方ですか。そうですね、西原尾長の方ですね。尾長の方でやってますね。普段はどんな活動を、はい、まあ普段はですね、まあ一応自分たちは一応やっぱりこの聖書では福音を語りなさいとあるものでね、そのために一応月2回か3回ぐらいですね、伝道するんです。あっちトラクトを配布したりして、あとスピーカーですね、スピーカー流して、それでずっとこの地域近くにやって、こういうふうにしてトラクトしながらですね、こういうふうに福音を語っていますね。なぜそうするかと、私たちはやっぱしどうしてもやっぱしね、この聖書のある通り、やっぱり人というのはね、人間というのはやっぱしただこう死ねばいいよと言うけど、だけど私たちはね、どこに行くかというのが分からないといかんですね。死んだらどこに行くのかというようになってくると、私たちはやっぱり聖書では天国と地獄とあるんですね、はい、その中あるもので、どうしても私たちは多くの人たちがですね、やっぱり天国に行ってほしいという感じであります。それで一応あちらこちらそれで伝道しながら離島まで行ったりして、たまには行ったりしてるんですけど、伝道してます。やっぱりそういった方々がやっぱり聖書のある通りね、イエス様は私は誰一人滅びることを望まないというふうに言ってます。だから私たちもその御言葉を信じて滅びる少ないするためには、どうしても福音を語らなきゃいけない、あちらこっちで、そのために今月3回から4回ですね、こうしてトラックと剥ぎながらスピーカー伝道してるあれですね、まあ、またたまにはまたこうしながらちょっと畑仕事も畑ちょうどあるもんね、畑の仕事をしながらですね、またこう体をあれしたりしてますけど、まあ特に一番どうしてももうしなきゃいけないのはもう伝道ですね。伝道が一番しなきゃいけないということがあります。そしてメンバーにもね、そういった方を教えていろんなね伝道をしなさいというふうにやってます。そして週日曜日と水曜日、日曜日は普通の日曜礼拝ですね。そして水曜日の祈祷会といって、やっぱ来てみんながね一緒に祈るんですね。祈ってどうすればみんなが本当に病気が癒されて、やっぱり祝福を受けてという感じのね、こういった祈りをしてみんなのために祈るんですけどね、まあ週2回それはやっておりますね。そしてまた今月の16日ですか、16日の6時からですね、夕方6時から大久保みどり先生を迎えて、また聖火ありますね、うちの教会で。もしまたぜひね、皆さんこの放送を聞いていればぜひ参加してね、大久保みどり先生からのこの御言葉を受けて、素晴らしい恵みを受けていってほしいと思いますね。よろしくお願いしますね、はいはい、ありがとうございます。分かりやすい。もちろんその教会のお名前、教会はですね、主の栄光教会と、主の栄光教会として、西原の中でちょっと市民グランドのちょっと斜め向かいですけどね、ちょっと奥に引っ込んでますけど、はい、見にくいんですけど、まあ、看板あってます、わかると思いますね。じゃあですね、ご興味ある方はね、主の栄光、ね、主はね、主人の主ですね、はい、主です、はい、イエス様のね、はい、主の栄光教会検索していただいたりね、はい、ぜひね、はい、顔を出してくださいということで、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、分かりやすいご案内でした、はい、はい、では奥様はそうね、先ほど音楽もね、結構あれですか、賛美歌とか好きで、はい、そうですね、思うんですけどね、だけど本当はあれですか、水素ボトルのお話したいですか。はい、どちらでもよろしいですどっちも選択ますので、すごい選択肢ご趣味のちょっと音楽の話はさておきってわけじゃないんですけど、でも嬉しいですよね。なんか美智子さんは良いことがドクター水素ボトルでありましたですか。はい、はいはい、ですね、私髪がですね、
ヘナで染めているので髪がパサつきやすいんですね。それでちょっと悩んでいたんですけども、その時にみどりさんの髪を見てすごいふわふわしているのでどうしたんですかっていうのがきっかけで、水素ボトルこれでね、お風呂場でこれを最後にかけてるんだよっていうことで、それでふわっとしてるっていうことを聞いて、で私も購入してすぐねそれを試したんですね。そしたら私のこのパサパサした髪がもうなんていうんですかね、髪が落ち着いて、で抜き毛がひどかったんですよ。でいつも髪がぺちゃんこで悩んでたんですけども、一日この水素ボトルをね使用しただけで次の日もう鏡見たら髪がふわっとしてるんですよ。それ見てわーすごいと思って、今までいろんなものを使ってきた中でこんなの一度もなかったんです。で髪もね触ってみたらツルツルしてるし、リンスしなくてもいいんだと思って、もうすごいなんか感動していました。あ、もう私横でね、はい、ちょっとテレビじゃないのが残念ですけども、この嬉しそうな感じがね伝わってきてとっても喜ばしい感じではあるんですけども、北条さん、ちなみにね、やっぱり気配薬ではないわけですけど、こうツルツルっていうのは、そうそう、気配薬ではないですけど、毛根が元気になっていくんでね、あと毛根のところに溜まっている老廃物のとか疲労物質とか脂質とかね、なんだあとは、そういったものを水素が引きずり出して捨ててくれるんです。なのでやっぱり毛根が元気になってきて、しっかり髪の毛が生えてくると。でちょうどね6月18日のホーク妙子さんなんですが、抗がん剤使われて普通だったら毛根が弱ってしまって髪の毛が抜けちゃうような人も、水素を吸い始めた途端に丈夫になって抜けなくなったということもおっしゃってますし、そういう意味では髪の毛そのものが、毛根自体が元気になってくるん で、うん、で毛根はよくね、髪の毛なくなってる人は毛根がなく死んじゃってるんだよとかっておっしゃるんですけど、実は毛根って死なないんですね。なのでそういった方も使っていただいて、汚れとか皮脂とか油とかそういったものを水素水で引きずり出して、で水素吸っていただくと毛根が元気になってまた生えてくると、こういう流れなんです。だそうです。見てください、はい、素晴らしいですね。あと一つですね、私の爪、足の爪なんですけども、歩きすぎてうっ血してしまったんですね。それでその部分がもう真っ黒になって、で全然なかなか爪が生えてこないんですよ。で途中まで生えてきたんですけども、でこの水素ボトルをですね吸っていたら、その翌朝にですねこの爪がポロッと剥がれてるんですよ。そして綺麗に生まれ変わるように爪が普通の爪に戻って、あ、これも水素ボトルのおかげかななんて思ってます。ありゃりゃ、いろんなことが起こるんでねそれは初耳ですね。でも爪の伸びとか髪の毛の伸びとか、やたらめったら早くなりますよ、水素吸ってると。あ、そうなんですか。もうね、鼻毛が伸びるのも早いとか言う人もいるし本当だから体が元気になるんでね、いろんなものが早くこう生き生きと伸びてくるっていうか。なるほど、いいお話です。じゃあちょっと2回目のね CM 入りましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはねえ、ちょっととびっくりみたいなねお話をやっぱりね、お届けできてるかなと思います。パーソナリティの秀人と、ね、ドクター水素ボトルの北条さんお迎えしてお送りしてますが、ね、アグレさんご夫妻の、奥様みつこさん、ね、なんかさっきの爪のお話もなんですけど、まだありそうですか。 あと一つあるんですけども、うん、私肩こりがすごいんですね、うん、それで土井さんが肩こりにもいいよということで、試しに肩にこの水素ボトル水の、
水を入れたものの容器があるんですけど、これでアトマイザーでシュッシュッってやったんですよ。そしたらその時にスーッとなんか、痛みが取れたんですね。あ、これもすごいなって、もう速攻なんですよ。そういう体験をしました。あ、そうでした。いやいや、はい、まあびっくりですね。でもね、まあ、痛いところにはね、活性酸素が溜まってるので、それが多分水素で中和されたんだと思う、水になったんだと思います。そうするとね、血流がそこもまた流れてくる、こういう感じですね。まあ、よくね、全てはね、そういう活性酸素がね、悪玉活性酸素のせいでっていうところがね、あって、痛みなんかもね和らいでってよかったですね。はい、本当に一石二鳥三鳥ですね。ね、素晴らしいね、うっそんみたいな本当の話ですね。でもね、はい、じゃあ、あがりみちこさん、なんかね、そんなことなんで、ちょっと水素の話もねたくさんいただきましたが、本職の、いやいや、大好きな音楽の話もちょっと、はい、おすすめがあるんですって。はい、うん、私音楽鑑賞が大好きで、昔から芸能人の歌を聴いてたんですけども、クリスチャンになって賛美歌を聴くようになったら、もう賛美歌が素晴らしいんですね。最初に聞いたのが、何でしたっけ、愛の、コストカチュー、愛、君は愛するために生まれたというこの曲がね、すごく素晴らしかったので、この曲を、長澤さんのかな、いや、長澤さんも、長澤さんは違うかな、好きなんですけども、うん、最初にこの曲を聴いたんですね。そしてこれを心打たれて聴いてるうちに、いろいろな賛美歌を聴いて、はい、今最近はですね、うん、我が共にいますという聖歌、我が共にいますというのと、あと墓の中にという、ちょっと聞こえは悪いんですけど、この墓の中にと我が共にいますという聖歌、すごいハイテンションで、すごく気分が高揚してくるんです。そういうのが好きなんですね。でもしね、よければ、YouTube でありますので、もし聞きたい方があれば、ぜひお聞きになってください。はい、はい、ありがとうございます。で、落ち着きますね。そうなんです。なんかね、僕なんかでもやっぱりね、賛美歌とか最近聞いたりもそうですけど、やっぱね、それこそ本当にね、水素ボトルでこうやってのんびりね過ごすじゃないですか。普通にね、皆さんなんかすごいことしてそうに思う方もいるんですけど、お花にね、カニューレという、まあ、ホースとかね、チューブっていう方もいるんですけど、うん、まあ、お花に当てて普通に呼吸しててね、笑うだけなんですけど、それでもってね、なんかこういう体の変化のみならず、心の変化もねあるようでね、なんかこうやって間近になんかいい表情になってこられましたね。ね、そうですか、の髪の毛の話さっきされてましたけど、はい、うん、やっぱりその誰かのね、その影響でなると、僕もね、ちょっと久しぶりにアグレーさんにお会いして、なんか色つやがよく見えます。はい、本当ですか。本当に本当にね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけでね、今日は西原町でね、教会を運営されているアガリエ先生ご夫妻とね、ドクター水素ボトルの北条政宗さん、東京からね、またお迎えして、お届けいたしました。はい、そんなわけでね、嘘のような本当のはね、皆さんにも起こり得ることかなと思っています。ね、ぜひぜひ来週ももう素晴らしいゲストをお迎えしてお送りできることと思いますのでね、ありがとうございます。では、最後にね、北条さんありがとうございます。どうもありがとうございました。ね、アグレ先生、ご夫妻、どうぞ一言。今日は本当にありがとうございます。感謝します。はい、これからもぜひ時間ある方は教会に足を運んでください。感謝します。はい、はい、そしてまた水素ボトルが本当に素晴らしいので、もしこの機会にお求めの方がいましたら、本当に足を運んで体験してなさってください。はい、ありがとうございます。はい、ではまた来週。はい。